わがはいのいえのうらにとつぼばかりのちゃえんがある広ろくはないがさっぱりとした心もちよくひのあたるところだうちのこどもがあまりさわいでらくらくひるねのできないときやあまりたいくつではらかげんのよくないおりなどはわがはいはいつでもここへでてこうぜんのきをやしなうのがれいであるあるこはるのおだやかなひの 2時頃であったが吾輩はいは中半後快く一睡した後運動方々この茶園へと帆を運ばした茶の木の根を一本一本かぎながら西側の杉垣のそばまで来ると枯れ菊を押し倒してその上に大きな猫が前後不覚に寝ている彼は が輩の近づくのも一向心ずかざるごとく、また心づくも無頓着なるごとく、大きないびきをして、長々と体を横たえて眠っている。人の体内に忍び入りたるものが、かくまで平気に眠られるものかと、吾が輩はひそかにその大胆なる度胸に驚かざるをえなかった。 彼は純粋の黒猫である。わずかに五過ぎたる太陽は、透明なる光線を彼の皮膚の上に投げかけて、キラキラするニコ毛の間より、目に見えぬ炎でも燃えいずるように思われた。彼は、猫中の大王とも言うべきほどの偉大なる体格を有している。吾輩の倍は確かにある。 吾輩は短小の念と後期の心に前後を忘れて彼の前に著立して4年もなく眺めていると静かなる小春の風が杉垣の上から出たる五藤の枝を軽く誘ってバラバラと23枚の葉が枯れ菊の茂みに落ちた大王はカッとそのまん丸の目を開いた今でも記憶している その目は人間の珍重する琥珀というものよりもはるかに美しく輝いていた彼は身動きもしない相棒の奥からいるごとき光を我が輩の哀愁なる額の上に集めて「おめえは一体何だ」と言った大王にしては少々言葉が卑しいと思ったが 何しろその声の底に犬をもひしぐべき力がこもっているので吾が輩は少なからず恐れを抱いたしかし挨拶をしないとけんのんだと思ったから吾が輩は猫である名前はまだないとなるべく平気を装って冷然と答えたしかしこの時 わがはいの心臓は確かに平時よりも激しく鼓動しておった。かれは大いに軽蔑する調子で「なに猫だ猫がきいてあきれらあ。ぜんていどこにすんでるんだずいぶんぼうじゃく無人である。わが輩はいはここの教師のうちにいるのだ。 どうせそんなことだろうと思った。いやに痩せてるじゃねえか。と大王だけに祈縁を吹きかける言葉つきから察するとどうも良家の猫とも思われない。しかしその危なぎって肥満しているところを見るとご馳走を食ってるらしい。豊かに暮らしているらしい。我が輩は、 そういうきみはいったいだれだいときかざるをえなかったおれはくるまやの黒よこうぜんたるものだくるまやの黒はこのきんぺんでしらぬものなき乱んぼうねこであるしかしくるまやだけにつよいばかりでちっともきょういくがないからあまりだれもこうさいしない 同盟敬遠主義の的になっているやつだ。我輩は彼の名を聞いて少々尻こそばゆき感じを起こすと同時に一方では少々警部の念も生じたのである。我輩はまず彼がどのくらい無学であるかを試してみようと思ってさの問答をしてみた。一体車屋と教師とはどっちが偉いだろう。 車屋の方が強に決まっているな。おめえのうちの主人を見ねえ、まるで骨と皮ばかりだぜ。君も車屋の猫だけにだいぶ強そうだ。車屋にいるとご馳走が食えると見えるね。なあに、俺なんざ、どこの国へ行ったって食い物に不自由はしねえつもりだ。おめえなんかも、 茶畑ばかりぐるぐる回っていねえで、ちっと俺の後へくっついて来てみねえ。ひとつきと立たねえうちに見違えるように太れるぜ。おって、そう願うことにしよう。しかし、うちは教師の方が、車屋より大きいのに住んでいるように思われる。べらぼうめえ、うちなんかいくら大きくたって、腹の足しになるもんか。 彼は大いにかんしゃくにさわった様子で、かんちくをそいだような耳をしきりとピクつかせて、あららかに立ち去った。吾が輩が車屋の黒と知きになったのは、これからである。その後、吾が輩はたびたび黒と開口する。開口するごとに、 彼は車や相当の機嫌を吐く。先に我が輩が耳にしたという不徳事件も実はクロから聞いたのであるある日例のごとく我が輩とクロは温かい茶畑の中で寝転びながらいろいろ雑談をしていると彼はいつもの自慢話をさも新しそうに繰り返した後で。 我が輩に向かってしものごとく質問した。おめえは今までにネズミを何匹とったことがある。知識は黒よりもよほど発達しているつもりだが腕力と勇気とに至っては到底黒の比較にはならないと覚悟はしていたもののこの問いに接したるときはさすがに決まりがよくはなかった。 けれども事実は事実で偽るわけにはいかないから吾輩は実は「取ろうとろうと思ってまだ取らない」と答えた黒は彼の鼻の先からピンと突っ張っている長いひげをビリビリと震わせて非常に笑った元来黒は自慢をするだけにどこか足りないところがあって。 彼の機嫌を感心したように喉をコロコロ鳴らして緊張していれば鼻肌魚しやすい猫である。吾が輩は彼と近づきになってからすぐにこの呼吸を飲み込んだからこの場合にもなまじい己を弁護してますます形勢を悪くするのも具である。いっそのこと彼に自分の手柄話をしゃべらしてお茶を濁すにしくはないと思案を定めた。 そこでおとなしく、君などは、年が年であるからだいぶとったろう、と、そそのかしてみた。かぜん彼は、障壁の結晶にとっかんしてきた。たんとでもねえが、三四十はとったろう。とは、とくいげなる彼の答えであった。彼はなお五をつづけて、ネズミの百や二百は、 一人でいつでも引き受けるがイタチってやつは手に合わねえ一度イタチに向かってひどい目にあったへえなるほどと相づちを打つ黒は大きな目をパチつかせて言う去年の大掃除の時だうちの亭主が石灰の袋を持って縁の下へはいこんだら おめえ大きなイタチの野郎がめんくらって飛び出したと思いねえ。うん。と感心してみせる。イタチってけども、なにネズミの少し大きいぐれえのものだ。こんちくしゃって気で追っかけて、とうとうどぶの中へ追い込んだと思いねえ。うまくやったねえ。と喝采してやる。ところがおめえ、いざて段になると。 やつめ最後っぺをこきやがったくせえのくさくねえのってそれからってもなイタチを見ると胸が悪くなら彼はここに至ってあたかも去年の周期を今なお感ずるごとく前足を上げて鼻の頭を23遍なで回した我が輩も少々気の毒な感じがする っっととをつけてて、やろうと思ってしかしネズミなら君ににらまれては100年目だろう。君はあまりネズミをとるのが名人でネズミばかり食うものだからそんなに太って色艶がよいのだろう。黒のご機嫌をとるためのこの質問は不思議にも反対の結果を提出した。 彼は毅然として体側して言う。かんげるとつまらねえ。いくら稼いでネズミを取ったって。いって人間ほど不定やつは世の中にいねえぜ。人の取ったネズミをみんな取り上げやがって、交番へ持って行きやがる。交番じゃ誰が取ったか分からねえから、そのたんびに5千ずつくれるじゃねえか。うちの亭主なんか。 俺のおかげでもう一円五十銭ぐらい儲けて嫌がるくせにろくなものを食わせたこともありやしねえ。おい人間ってえもな手のいい泥棒だぜ。さすが無学の黒もこのくらいの理屈は分かると見えてすこぶる怒った様子で背中の毛を逆立てている。我が輩は少々気味が悪くなったから。 いいかげんにその場をごまかしてうちへ帰ったこのときからわがはいは決してネズミをとるまいと決心したしかし黒の子分になってネズミ以外のごちそうをあさって歩くこともしなかったごちそうを食うよりも寝ていた方が気楽でいい教師のうちにいると 猫も教師のような性質になると見える。用心しないと、今に、威弱になるかもしれない。教師といえば、我輩の主人も、近頃に至っては、到底水彩画において望みのないことを悟ったものと見えて、12月1日の日記に、こんなことを書きつけた。 〇〇という人に今日の会で初めて出会った。あの人はだいぶ放陶した人だというが、なるほど通人らしい風采をしている。こういうたちの人は女に好かれるものだから、〇〇が放陶したというよりも、放陶をするべく余儀なくせられたというのが適当であろう。あの人の細君は芸者だそうだ。 羨ましいことである元来法当家を悪く言う人の大部分は法当する資格のないものが多い。また法当家をもって辞任する連中のうちにも放当する資格のないものが多い。これらは余儀なくされないのに無理に進んでやるのである。あたかも我が輩の水彩画におけるがごときもので到底卒業する気遣いはない。 叱るにも関せず、自分だけは通人だと思って済ましている。料理屋の酒を飲んだり、待合いへ入るから通人となりうるという論が立つなら、我輩も一角の水彩画家になりうる理屈だ。我輩の水彩画のごときは書かない方がましであると同じように、愚枚なる通人よりも山出しの大矢帆の方がはるかに上等だ。 通人論はちょっと趣向しかねる。また芸者の才君を羨ましいなどというところは教師としては口にすべからざる愚烈の考えであるが自己の水彩画における批評眼だけは確かなものだ。主人は核のごとく自治の命あるにも関せずそのうぬぼれ心はなかなか抜けない。中二日置いて 12月4日の日記にこんなことを書いている。ゆうべは、僕が水彩画を描いて、到底ものにならんと思って、そこらに放っておいたのを、誰かが立派な画にして欄間にかけてくれた夢を見た。さて、画になったところを見ると、我ながら急に上手になった。 非常に嬉しい。これなら立派なものだと一人で眺め暮らしていると、夜が明けて目が覚めて、やはり元の通り下手であることが朝日とともに明瞭になってしまった。主人は夢のうちまで水彩画の未練を背負って歩いていると見える。これでは水彩画家は無論、 風刺のいわゆる通人にもなれないたちだ主人が水彩画を夢に見た翌日例の金縁眼鏡の美学者が久しぶりで主人を訪問した彼は座につくと壁刀第一に「絵はどうかね?」と口を切った主人は平気な顔をして 君の忠告に従って写生を務めているが、なるほど。写生をすると、今まで気のつかなかったものの形や、色の精細な変化などがよくわかるようだ。西洋では昔から写生を主張した結果、今日のように発達したものと思われる。さすがアンドレア・デル・サルトだ。と、日記のことはお首にも出さないで、またアンドレア・デル・サルトに感心する。 美学者は笑いながら「実は君あれはでたらめだよ」と頭をかく「何が?と」と主人はまだ偽られたことに気がつかない「何が?」って君のしきりに感服しているアンドレア・デルサルトさあれは僕のちょっと捏造した話だ君がそんなに真面目に信じようとは思わなかった <laughs> と大気悦の体である我輩は縁側でこの対話を聞いて彼の今日の日記にはいかなることが記されるであろうかとあらかじめ想像せざるを得なかったこの美学者はこんないい加減なことを吹き散らして人を担ぐのを唯一の楽しみにしている男である。 彼は、アンドレア・デルサルト事件が主人の乗船にいかなる響きを伝えたかを豪も孤慮せざるもののごとく、得意になって下のようなことをしゃべった。いや、時々冗談を言うと、人が真に受けるので、大いに滑稽的美観を挑発するのは面白い。先だってある学生に、ニコラス・ニックルベイが疑問に忠告して、 彼の一斉の大知術なるフランス国革命誌をフランス語で書くのをやめにして英文で出版させたと言ったらその学生がまたバカに記憶のよい男で日本文学界の演説会で文字目に僕の話した通りを繰り返したのは滑稽であったところがその時の傍聴者は約100名ばかりであったが皆熱心にそれを傾聴しておった それから、まだ面白い話がある。先だって、ある文学者のいる席で、ハリソンの歴史小説、セオファーノの話が出たから、僕は、あれは歴史小説のうちで白尾である。ことに、女主人公が死ぬところは、危機人を襲うようだと評したら、僕の向こうに座っている、知らんと言ったことのない先生が、そうそう、あそこは実に名文だと言った。 それで僕はこの男もやはり僕同様この小説を読んでおらないということを知った神経威弱性の主人は目を丸くして問いかけたそんなでたらめを言ってもし相手が読んでいたらどうするつもりだあたかも人を欺くのは差し支えないただ 化けの皮が現れた時は困るじゃないかと感じたもののごとくである。美学者は少しも動じない。なに、その時は別の本と間違えたとかなんとか言うばかりさ。と言ってケラケラ笑っている。この美学者は金縁のメガネはかけているが、その性質が車屋の黒に似たところがある。 主人は黙って日の出を輪に吹いて、我輩にはそんな勇気はないと言わんばかりの顔をしている。美学者は、それだから絵を描いてもダメだという目つきで。しかし、冗談は冗談だが、絵というものは実際難しいものだよ。レオナルド・ダ・ヴィンチは、文下生に、寺院の壁のシミを移せと教えたことがあるそうだ。 なるほど。接近などに入って雨のもる壁を余年なく眺めているとなかなかうまい模様画が自然にできているぜ。君注意して写生してみたまえきっと面白いものができるからまた騙すのだろう。い,いえこれだけは確かだよ。実際奇形な碁じゃないかダ・ヴィンチでも言いそうなことだね。なるほど気球にはそういないな。 と、主人は半分降参をしたしかし彼はまだ接近で射精はせぬようだ車屋の黒はその後びっこになった彼の光沢ある毛はだんだん色が冷めて抜けてくる我が輩が琥珀よりも美しいと評した彼の目には 目やにがいっぱいたまっている。ことに、著しく吾が輩の注意を引いたのは、彼の元気の承知と、その体格の悪くなったことである。吾が輩が例の茶園で彼に会った最後の日、どうだと言って尋ねたら、いたちの最後っぺとは、魚屋の天秤棒にはゴりごりだ。と言った。 赤松の間に二三段の甲をつづった紅葉は昔の夢のごとく散ってつくばいに近く変わるがある花びらをこぼした紅白のサザンカも残りなく落ち着くした三軒半の南向きの縁側に冬の日足が早く傾いて木枯らしの吹かない日はほとんど稀になってから我輩の昼寝の時間も 狭められたような気がする。主人は毎日学校へ行く帰ると書斎へ立てこもる人が来ると教師が嫌だ嫌だという水彩画もめったに描かない高カやスターゼも効能がないと言ってやめてしまった子供は関心に休まないで幼稚園へ通う 帰ると昇華を歌って、まりをついて、時々我が輩を尻尾でぶら下げる。我が輩は、ごちそうも食わないから、別段太りもしないが、まずまず健康で、びっこにもならずに、その日その日を暮らしている。ねずみは決して取らない。おさんはいまだに嫌いである。名前はまだつけてくれないが、 欲を言っても再現がないから生涯この教師のうちで無名の猫で終わるつもりだ。